おはようございます。おはようございます。仏教大学3年新大学インターン生の高井鈴鹿です。今の時間が7時27分なんですけど、今日は6時半頃起きて朝7時から作業しています。結構今日ハードなんですか？今日は結構ハードで、夜中まで撮影があるので15時間ぐらい働くことになっちゃうかもしれないんですけど、その中でも自分の時間取りたいなと思って朝早く起きてるわけに来ました。何の仕事してるんですか？今は動画の振り返りをしてます。結構私が上げた動画があったので、それをちょっと振り返りしていきたいと思います。最近の自信作は自分が泣いた動画ですかね。自分が自分で泣いて自分でディレクションなんだ。はい。おはようございます。おはようございます。今日はどんな予定なんですか？今日は撮影撮影作業作業作業撮影みたいな感じの一日です。というエピソードから、私の強みは傾聴力です。ちょうど撮影終わりました。企画の流れとしては、初めに自己 PR とその深掘りで面接を軽く行った後に相談をさせていただければなと思います。やっぱ具体性がないと思うんですよね、話に。できそうっすね。いや、就活って本当難しいっすね。気をつけてください。ありがとうございました。ありがとうございました。質問あったら言ってください。はい、お願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。撮影終わってこの後は何やってですか？時間ないので10分ぐらいだけ寝てまた仕事しようと思います。ありがとうございます。15分寝るつもりが40分ぐらい昼寝しました。撮影、今から撮影準備をしてお昼ご飯を食べたいと思います。今何してるんですか？今は、自分で撮影した動画のをカットして、その最終チェックしてます。これ、日経テルト大学の高橋さんと密着したんですけど、話マジで面白くて、ちょっと待って、これね、これなんかシリアに行った時の話だそうです。撃たれたっていうのがありますね。撃たれて、まあ、当たんなかったんですけど、マジで発砲されて、マジそれはちょっと引きましたね。でも個人的にめっちゃ好きというか尊敬してる人っていうのもあって、だしテレビ局のディレクターこれまで密着したことなかったから、テレビ局志望の学生多いだろうなと思って、ディレクターの一日密着撮りたいなと思って自分からアポ取りました。自分でキャスティングまでして撮影までしてここまでやったのは初めてかもしれないってぐらい気合入ってましたね、この企画は。じゃあ引き続き練習頑張ってください。はい、頑張ります。ここのシーンかっこいいね。なこのさ、結構アプリさ、今は午後にやることをちょっとまとめてます。自分の持ってる企画、今進んでるやつ、公開したやつってやって、しゅんさんとチラッと話して2月の目標を決めたので、ちょっとそれを今から落とし込んでいきたいなと思ってます。今は動画作るの楽しいから頑張れる。ジョインしたのが大学3年生の9月なんだけど、大学3年生の9月からの1年間とかは自分が就活をやって病んだんだよね。その病んだ原因っていうのが、学知化が全然ないっていうのと、自分の学歴が全然ないなっていうので、劣等感みたいなのをめっちゃ感じて、あ、自分に何にもないんだなって思って、とにかく何か実績を残したい、学歴がないなら学知化強くいくしかないと思って、学知化で話せるの強いエピソードが欲しいと思って、とにかくめっちゃ必死に頑張ってた。本来は3月ぐらいでやめてっていうか、まあスピードダウンして就活に行くつもりだったんだけど、いつの間にか動画作るの方に楽しくなっちゃって、ちょっともう1年間働きたいなと思って今計画してるって感じですね。あの時はやっぱりその自分の学歴のなさとか学識のなさにすごいコンプレックス抱いてて、とにかく何かしら頑張りたいっていう感じだったけど、今は別になんかそこをあんまり気にしなくなったし、自分のやりたいこととかが見つかったからだと思うんだけど、楽しく頑張れてるかな。なんか昔みたいにコンプレックスを解消するためとかじゃなくて、自分のやりたいこととか成し遂げたい目標みたいなのを達成するために頑張れてるから、今の方が楽しいね。昔はなんかめっちゃなんかずっと苦しかった思い出がありますね。毎日泣いてた気がする。自分ってダメなんだなってめっちゃ落ち込んでたわ。今から何の時間ですか？
撮影です。次はショートじゃなくてオーガニックの撮影ですね。意気込みをどうぞ。意気込み頑張ります。いや、うん、頑張ろうかな。大丈夫です。まず今日のテーマ、20代で徹底的に市場価値を上げるならば大企業がベンチャーなんですが、結論、絶対に大企業です。これ何の時間ですか？15分から集中できない。全員で1分後にゆいゆいっていう筑波大3年生の子がいるんですけど、その子にちょっとディレクターの仕事を教えるためにズームをします。その前にちょっと素材整理を終わらせたくてバタバタしてます。めっちゃ店を上げた動画は就活生に持たないと思うんです。だけど今先生だと思ってるのは、社会人とかに幅を広げたいからするのがやっぱりってると思うんだよね。そこより新情報は出ないと思うし、だからそこで同じことを戦っていく意味は私は分からないというか。じゃあ私に。あ、言ってるだけ。おすすめだ。その、社会の面白いからいいね。なんか別にその私はもう全く方向性が違うから一緒にやっていけないっていうとか、今の方向って全然違うと思ってるとかではなくて、僕もゴールを目指して今のこういう動きになってるのかが全然理解できなくて、いやこのままだったらなんかあんまり自分の中でもめちゃめちゃやりたいわけでもないし、前々しちゃいそうだなって思って言いました。はい、いいですが、これは前々しちゃいなので、だから特に前々しちゃったっていうのはちょっと笑ったから、そこを見ないと思ったらそういう感じになったので、なんかその全体の方向については今の話を聞くのができたかなって思って。お疲れ様です。お疲れ様です。まだまだこれからですか、仕事？まだまだこれからですね。ディレクターの仕事で特に難しいことってどんなとこ？深く考えたりクオリティ上げたりするのはまだまだだなって思うよね。伸びる企画とか伸びるディレクションの方法がわからないから、そこは難しいなって思いますね。なんかいつも頑張ってるけど、なんでそんなに頑張れるの？楽しいから。楽しいから。辛いと思うことはない？あるよ、めっちゃある。毎日辛い。辛いけどディレクターを続けられてる原動力ってどこら辺にあると思う？やっぱり視聴者さんの反応じゃない？ためになりましたとかいう声いただけると、あ、もっと頑張んなきゃなって思うね。なんかもらって嬉しかったコメントとかってどういうものですか？この動画、自分が元気になったなっていうメッセージをいろんな動画見て集めて作ったんだよね。でも全部嬉しかったんだけどさ、私が自分でコメントをしたらそれに対していろいろくれたんだよね。コメント、一緒に頑張ろうとか、辛いけど見てると頑張れますみたいなのもらって、それがめちゃめちゃ嬉しかったな。私も就活でめっちゃ病んだタイプの人間だったんで、この人たちの気持ちがめっちゃわかるの。そういう人たちのために慣れてるとめっちゃやりがい感じますね。ステーキですね。ステーキ。お疲れ様です。お疲れ様です。これから何の仕事ですか？今日はね、夜の撮影なので今から撮影です。頑張ってきてください。はい、頑張ってきます。行ってくるね。いらっしゃい。お疲れ様です。ようやく今日の仕事はこれで終わり。終わり。あと機材片付けて、撮影をお礼連絡して、あと帰って作業します。もう家帰りたい。15時間ぐらいかかる。うん、うわ、長かったね。お疲れ様でした。じゃあ引き続き就活も頑張ってください。はい、お疲れ。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。